5番でございます。佐渡伊藤酒店の晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りします。晩酌一期一会ですが、皆さんは、毎晩名酒飲んどりますか？今日は俺は竹屋さん行って、閉店間際に押しかけて行って、竹鶴の肝とっちゅうやつを飲んできました。非常にスカッとした辛口が、まあ、寝かせた熟成の味わいもあって、つまみにそれこそ一期一会の餌に冷ややっこを頼んでしまいました。冷ややっこが逆にもう負けてしまうような感じの、まあ、スカッとした強烈な味わいまあこってりしたなんか揚げ物とか、なんか肉料理でも良さそうな、そんな感じすらしました。まあ酒の話は置いといて、話は変わりますが、本題です。ある、なんつうんだ、施設の存続運動をしとる間に、うちに、また、出会いがありまして、ある人から、の話を聞く機会がありまして、その人が言うには、まあ、自分で今できることをとにかくやった方がいいということで、ちょっと方向は、というか、形は別なもんになりますが、自分でできること、今、相川でと言えば、中と、まあ、こういうことで、佐渡金山、その他ひっくるめて、世界遺産登録っつの相川、まあ、目指しとるわけですよ、佐渡市は。まあ、佐渡市かどうか知らんけど、本当に考えとる人がどのぐらいあるか分かりませんが、まあ、その登録運動、国内推薦が7月の、まあ、下旬になんか決まるという話なんですけども、果たして佐渡がそこに選ばれるのかどういうのか、黙って指くわえとってもしょうがねえもんで、そこでまあ自分でやれることは何かなんだろうってことで、ある人が言われたそのできることは何かということで、自分らはこういうことをやることにしました。ウォーキングイン相川、要するに佐渡金山みんなでこの旗持って相川を練り歩きませんかと、練り歩くったらおかしいけど、まあ行列をなして歩きませんかと、そういうことをすることで、やっとる内容がバカゲーであろうがなかろうが、ちゅうかな、周りの人がどう見ようが、まあ、できることをやってみんかということで、こういう案内、チラシもその言うてくれた人が作ってくれて、今少しずつ配り始めております。朝8時から相川のその大間の近藤組木助さんあたりをぐるっと折り返してというか、から、オリトの円一さんガソリンスタンド、満潮ホテル、そのあたりをぐるっと回ってくるコース、約2キロのコースをどうだろう、40分、45分ぐらいかけて歩きませんかと、旗持って歩きませんかということをやっております。今日25月の26日で、まだ6日目でしかないんですが、1日2日3日目まで俺まあ一人で歩いて、その後、これを作ってくれた人と2人で歩いております。ぜひ皆さんも朝方、我が健康のためにも、その相川の健康のために、これからのために、皆さん協力して歩きませんか、一つよろしゅうお願いしますということです。以上、佐渡伊藤酒店晩酌一期一会はウォーキングイン相川の話でした。朝やっております。車で通りかかった人も、知らん顔せんと、目をそらさんと、手でも一つ振ってくださいっちゃ頼んます。以上です。はい。